とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アイテム300個、溜まったね。また、古代狩り、行きます。だいたい 90%? 88% 以上ぐらいで、結構いい感じに出てきてくれるんで、それぐらいを目指して、やっていきましょう。キンプスコードレルとかも出たけど、いらないんだよな。うん、お、90%。こういう感じで、やっていきます。できれば、アビサルアイ、そして、瀕死の靴。ここあたりが出てきてくれると、嬉しい。行くぞ。よかった。絶対出ないと思った。30個だったのよ、チェストが。絶対出ないと思ったらよかった。1個来た。ここは、イカ防具と、ノーマルイカ、ノーマルイカはいらないんだ。よし、この海の中がね、やっぱ戦いにくい。船員のクロスボウか、あれの強いのを持ってればまた戦いの幅が広がるんだろうけどね。次行こう。嘘、マジでチェスト30なのに2体来た。え、もう一回ぐらい来る。いやー、もうないな。さすがにもうないでしょ。はいはいはい。まあまあまあ。嬉しい嬉しい。行こう。ほら。ノーマル品か。エペソナイフ。このシリーズもね、あんまり使った覚えはないんだよね。一周目おしまい。あんまり出なかったね。でも30個で、2体出てきてくれたっていうのはなかなか素晴らしいんじゃないの？うん、ゼロかと思ったもん。蝶のクロスボウいりませんね。12月14日のアップデートに向けて、ちょっとね、また新しいやつが欲しいんだよね。もしかしてよ、バブルバースターの修正が来た時が、難しくなるんで、ちょっとそれに変わるようなやつが一つ欲しいところだね。スパイダーアーマー。お、あー、いやよくないな。次。夜の棒。ダメだね。スペルバウンドもよろしくない。はい。じゃあまた 90% ぐらいでいきましょう。おーと、2周目もよかった。またね、29なのよ。88% でだよ。88% で、29って。せめて、19とかだったらね、いいんだけど、これ29とか出ないもん。よし、行け。なんだ、もうノーマルに。ノーマルばっかりだな。やっぱ調子いい時、悪い時って、あるよね。今日は調子が悪い日だ。2周目おしまい。全然良くないね。全然良くない。今日はね、90% ぐらいで行っても全然ダメだ。テンペストナイフいらない。愛のスペルも欲しいんだけどね。クールダウンついてないから、ちょっといらない。一番左についてれば、結構いいやつだったかもしんないな。機械化装ブレード。いりませんね。痛みがついてない。次。ダメだね。よろしくありません。次。ノーマル。ないな。最後。蝶か。ダメね。よろしくない。はい。3周目いくぞ。呪われた存在。マルチになりました。行きましょう。お互いカトラスか。外れやね。今日なんかノーマル品しか出ないな。おーし、来た。いや、でも、どうせノーマルなんでしょ？エンターテインメントがさっき出たから、それっぽい感じがするんだけどね。うわ。こいつボスだ。
変更か。ノーマル、二人ともノーマル。なんかほんと今日は良くないね。それでは三周目おしまい。ダメだね、なんか調子が悪い。これ四周目もいかんといきませんな。いらない。次ベノムグレイブか。次防具もすらもいいのがね。ああこれは悪くはないかも。もともとクールダウンついてて、で雷炎ついてる。いやーまあ使わないな。今持ってるやつの方が全然強いんで、いらないかな。次、達人良質。ダメやね。もう4周目行きます。4周目行こう。おっと、ここは、最初のエンチャンターか。行きましょう。多分ノーマル品が出る気がするけども、だよね。スケールメールと魂のサイス、今日え1個も出てないでしょ。ユニーク、おかしいな、なんか出ない。久しぶりだね、無敵が来ました。どう戦うか、まあまあ普通通り行くか。ちょっと様子を見つつ、 OK、 いけた。ちょっと待って、敵がねボスにひっつく時を見計らって攻撃するのがあれだもんね。両方ともクレイモア、どうなってるこれ。調子悪すぎるぞ。4周目おしまいです。なかなかよろしくなかったね。見てみましょう。おっと、ダメダメだね。やっぱ今現状で影の衣とイカの防具か、あれが最強だもんね。影結構やっぱいいよね。回避速度 50% アップで 35% 軽減がやっぱいいんだよな。緑のローブはいりませんね。なんかね、いいやつが1個ぐらい出てきてもいいんだけどね。もう金塊が溜まって溜まって。でもこれをね補充補充ってやっていくと、とてもじゃないけどすぐ破産しちゃうんだよね。なんか最大上限が6万かなんか言ってたな。そんぐらいらしいね。そんないっぱい持ってないし。いやダメだ、出ない、全然出ない。見てみましょう。あ、全部ノーマル品じゃん。7個全部ノーマル品だね。もちろんいりません。いらない。いらないよね。ダメだ、今日はこれダメだ。おそらくあと2,3週行っても全然出ない気がする。こういう時は日をまたいた方がいいね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。